ユダヤ学は、ユダヤ人及びユダヤ教を主な研究対象とする学問である。ユダヤ教学とも言う。ユダヤ学の科目は、現在多くの大学で学ぶことができる。ユダヤ人の多い国の欧米の大学、主要な欧米の大学には、必ずと言って良いほど講座、研究機関が設置されている。また、現在、ユダヤ学と称する。 国際的学会がいくつも開催されている。現代の用語としてのユダヤ学とは、ヤハドゥとユダヤ人の言語、思想、哲学、文学、歴史、芸術などのすべてに関する学問である。ヘブライ語では、イスラエル学という。ユダヤ教科学というと、ヤハドゥとを科学的に研究するという19世紀ドイツに始まった流れのことで、先進的、科学的方法を駆使する。 1821年5月27日発足したユダヤ人科学文化協会フェアインフュアクルターウントウィッセンシャフトデア、ジュデン、カルチャーベリンデアジュデンの雑誌名、ザイトシュリフトフュアバイウィッセンシャフトデジュデントムズにちなみ、ユダヤ教科学という名称が起こった。学者によっても研究姿勢は異なるが、最初はキリスト教と社会への参入と同化、解放、 異教徒の反ユダヤ主義者による妄想、無知、誤解、偏見の訂正、ドイツのユダヤ人のためのヤハドとートの提供、ユダヤ人のための自己定義と再発見、といった役割を持っていた。最初は、ハスカーラーの影響も受け、また改革派ユダヤ教などの創設を促すこととなり、ユダヤ人の地位については、ディアスポラ、同化の傾向を示す。現在、 最大組織の機関としては、世界ユダヤ学会議ワールドコングレスオブ11種、スタディーズが存在する。構成は以下のようになっている、ラビ学院。ありがとうございます。